フランシス・ジョセフ・オドールは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンフランシスコ出身のプロ野球選手、監督。姓は、本来の発音に近いオドゥールとも表記される。サンフランシスコのベイビュー高校卒業後、ニューヨーク・ヤンキースと契約。当初は投手であった。当時、左投げ投手は珍しく、レフティのニックネームを付けられた。1919 19年に、メジャー昇格。 その後、1923年にボストン・レッドソックスに移籍したシーズンまで、実動4シーズン投手としての記録が残っている。しかし、彼の打力に注目した、首脳陣は、投手ではなくオドールを野手として起用するようになる。投手を断念してから数シーズン、オドールは、レッドソックスやニューヨーク・ジャイアンツのトリプル A 級でくすぶっていたが、1928年に、 初めて規定打席に達して打率3割をマーク。翌1929年にはフィラデルフィアフィリーズに移籍して打率398をマークし、首位打者を獲得、打撃に改眼する。その年マークした254安打はナショナルリーグ記録であり、両リーグ合わせても一郎、ジョージ・シスラーに次いで史上3位。 ブルックリン・ロビンスに移籍した1931年も、打率3割をキープ、さらには1932年には2度目の首位打者に、輝くなど5年連続打率3割をマークした。1932年には、全日本大学野球連盟への招きで、モーバーグ、テッドライオンズと共に来日、東京六大学野球連盟に属する各大学で、野球を教えた。その後は、 出場機会は減少。1933年に再度ニューヨークジャイアンツに復帰し、同年のワールドシリーズ制覇。1934年のシーズン限りで引退。引退後、1935年から23年間に、渡って、マイナーリーグのパシフィックコーストリーグで監督を務めた。その内訳は、サンフランシスコシールズ、サンディエゴパドレス、オークランドオークス、 バンクーバー・マウンティズ、シアトル・レニアーズである。シールズでは1935年と1943年から1946年までとリーグ優勝を遂げている。ニューヨーク・ジャイアンツがサンフランシスコに移転すると、オドールは1958年から1961年まで臨時の打撃コーチを務めた。シールズの監督時代、選手の一人に若き日のジョーディ・マジオがいた。 後年、ディマジオがニューヨークヤンキースの大選手になった後、オドールはディマジオを自分の功績にしないでほしい。気を利かせて放っておいただけだから、とコメントしたが、これは謙遜によるものだった。ジャイアンツの臨時コーチ時代には、ミリー・マッコビーも指導している。晩年は野球界から去り、サンフランシスコのゲイリー大通りという目抜き通りに、レストラン兼スポーツバーを出展。 1969年にこの世を去までサンフランシスコを離れなかった。この店は今もなおレフティオドールのレストランカクテルラウンジとして営業を続けている。野球選手としてはルローの選手であったが喫水のサンフランシスコ人であったと言える。その功績を称えて1981年にはサンフランシスコ米エリアにゆかりのスポーツ関係者を対象とした。 ベイエリアのスポーツ殿堂に表彰された。また、サンフランシスコジャイアンツの本拠地、オラクルパークの近くの入り江、マッコビー後部に架かる橋には、レフテオドール橋という名前が付けられている。オドールが、本土アメリカよりも、日本で著名なのは、日本のプロ野球と浅からぬ縁を持っているからである。1934年12月に、現存するプロ野球チームとして、最古の球団。 大日本東京野球クラブが結成されたが、相手となるチームがいなかったため、1935年、同球団はアメリカ遠征を行った。最初に訪れた地、サンフランシスコでシールズを率いていたオドールは対戦相手にチームのニックネームがないことに気づき、大日本東京野球クラブのマネージャーをしていた鈴木壮太郎にニックネームをつけることを提案。その一案として、 当時全米でヤンキース、ドジャースと人気を分け合っていたジャイアンツを提案し、鈴木もその案をチームに持ち帰り、了承される。大日本東京野球クラブは1935年のアメリカ遠征を東京ジャイアンツというニックネームで行うこととなった。そして1936年に日本で開始された本格的な職業野球では東京ジャイアンツが参加することになったのである。 また、日本側のアメリカ遠征の際、日本選手でありながら当時無国籍であった、ビクトル・スタルヒンのアメリカに有国の許可を得るために、奔走した。また、オドールは、選手時代にもメジャーリーグ選抜チームの一員として2回、訪日している。さらに、オドールと日本のつながりを示す話として、最も語られるのが1949年の、訪日である。当時オドールは、 サンフランシスコシールズの監督として訪日し、急遽当時の日本プロ野球のスタープレイヤーで結成された全日本チームとの対戦巡業を行ったが、どの試合もカンなきまでに全日本チームを圧倒し、しかもそれがアメリカのトップリーグのチームではないという事実に日本の野球ファンは大きな衝撃を受けた。しかし巡業の合間には野球教室を開いたり、 日本の人々との交流を決して忘れなかった。この本場アメリカのプロ野球に触れる機会は、大相撲を力しながら、自らの草野球チームを持つほどの野球好きだった、横綱前田山が飛び入りで参加するなど、話題となった。しかし、当時の前田山は、病気を理由に休場中で、それにもかかわらず遊びとも言える行動をとっていたことが、問題視され、引退に追い込まれてしまう。 という逸話まで残した。1951年、今度はメジャーリーグ選抜チームの監督となって4度目の訪日をしたオドールは全国各地でオドールさんと野球ファンに親しまれたという。戦後の荒廃した日本に野球という手法で新たな光を差し込ませ、日米交流を図ったという点が大きく評価され、2002年、特別表彰の新世紀表彰という形で、 日本の野球殿堂入りが決定した。外国人の殿堂入りは過去に例があるが、メジャーリーグを経験した選手の殿堂入りは史上初である。オドールはアメリカ野球殿堂入りは果たしていない。ただし、長年にわたるパシフィックコーストリーグへの功績により、2003年に同リーグの殿堂に表彰されている。ありがとうございます。